ここまで猛威を振るうとは予想以上か、それともご覧の皆さん予想できたという方もいらっしゃるでしょうか。事実ここまで勝ち続け、てっぺんの王座はこの者のもとにあります。そして今までになかった色彩を放ち続けています。王者ジェイク・リーのもとで、紳士善とした立ち居振る舞いから勝負時と見れば熱く激しく全てを飲み込んで余りある器です。あまりに大きい、やられたままではいけない立場を確立したとも言えます。 N1 ビクトリー制覇の野望もあの一敗によってつまずいたと考えられなくもない。そこまでは完璧だったのに、その一点の曇り晴らすため挑む一戦とも位置づけています。挑戦し続ける限り人間現状維持ではないはずです。そして美学があります。もう言うことなどない。その時がやってきました。王者の美学たるもの、さあ剣王を迎えた時、どんな1ページが開かれるのか、このジェイク・リーによって。試合前にチャンピオンジェイク・リー選手よりチャンピオンベルトの返還です。黒船状態のノア参戦からこの勲章を獲得。さあ放送席にはマサ・スタミヤ選手に加わっていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。この後両者のコールの後戦いは始まります。メインイベント、もう福岡です。この一戦だけです。メインイベント of the evening for the GHC Heavyweight Championship. Introducing first the challenger. This is Kenna. ノアで絶景。俺が見せてやると。俺のノアを剣王チャレンジャーです。 And his opponent representing GLG, the reigning and defending GHC heavyweight champion Jake Lee. 俺のノアに負けは二度目はないんだと、チャンピオンジェイク・リー、とっくに照準は定まっています。ブレはしません。その照準、剣王という名の狙い、井上ひかるさんから伺いましょう、はい、もうこの雰囲気もたまりませんし、迎えるべくして迎えたチャレンジャーということにジェイク・リーにはなりそうですね。そうですね、本当にこの2023年、ジェイク・リーがこのノアであの頂点を築き上げてきて、はい、このままジェイク・リーの1年にするのか、はい、それともここで最後の砦である剣王選手が止めるのか、はい、そういう戦いですね。松木さん、はい、もう5度目の防衛戦です。ジェイク5度目か、もうここで剣王選手、はい、取ってほしいですね。そうですか、うん、剣王への声。午後6時49分決戦を知らせる鐘は鳴らされました。ジェイクコールもあります。まるで指揮者のようにタクトを振るように人差し指が宙に揺れています。ジェイク・リーによって組合はしません。斉藤明俊選手、はい、どうでしょう、どんな印象で見ているんでしょうか。そうですね、今日のこの2人は難しいですよね、やはり、はいはい、もちろんその期待というのは皆さんあると思うんですよね。剣王選手が無敗の選手から取ったわけですから、はい、それと、まあ、今回のタイトルありますけれども、築き上げたものをやはりこう
引きずり下ろすっていうかですね、まあ、今回の試合のタイトルがそういうのがあるんですけれども、でもジェイク選手はジェイク選手で自らを引きずり下ろして殻を破って大きくなるという可能性もありますからね、まあ、どちらが言っても一つ言えることはノアの皆さんが満足する未来が見れるということだと思います。そこで絶景王とアピールしているのは剣王なんですね。はい、覚悟、そんなキーワードも飛び出しています。まあ、ジェイクはそれすら分析したそんな VTR もありました。まさ北宮選手、はい、剣王とももちろん縁が深い、そしてジェイク・リー選手とは N1 ビクトリーで引き分けがありましたね。はい、どう目に映ってますか？見てましたよ、前哨戦から、はい、何から、ええ、やっぱり剣王というレスラーは、ね、YouTube 使ったり SNS 使ったりして、はい、なんというか自分に支持を集めるっていうのがすごい上手い。やっぱりそういうタイトルマッチまで持ってきたかったっていうのは、はい、頭2つぐらいノアの中でも抜けてるので、ゴングになっての声援の量も聞いた感じ、剣王もだいぶ分があったし、はい、まあ、今回は仕掛けまたありましたよね。ジェイク・リーの柔術の師匠に教えを請うなんていうことがありました。ジエゴ・エンリケさんという方ですね。相手のそういうホームみたいな道場に、はい、入り込むっていう、ね、まあ、ジェイク・リーがまずそうしたところ磨いているというのも素晴らしいポイントの一つなんですが、斉藤選手、はい、今回剣王がそのエンリケさんから学んだのが、引き込んでからのグラウンドで三角締め、はい、それから引き込んでのフットロック、それからバックを取る動きですね。柔術でいうベリンボロという動きなんですね、はい、この3つがありました。そうですね、それをどこで出すのかというのとですね、はい、やはりジェイク選手の師匠ですからね、師匠がそれをこう素直に教えたというところもまたなんともですね、はい、それはあれですよね、ジェイク選手に信頼があるから教えたのか、はい、それとも格闘家として純粋にこう真剣に聞いた人に教えたのかというのもなんか知ってみたいですよね。聞いてみたいですね、皆さんに、はい、何かその両方のような気もします。松木さん、すごいことですよね。いや、私がジェイク選手ってめちゃくちゃ嫌ですけどね。そうですよね、教えられてたまったもんじゃないっていう、ね、いや、それでもさまざまな思惑、まあ、井上さん、そうしてこう、はい、みんなを巻き込んでいく求心力2人があるっていうことでもありますよね。そうですね、それだけこのタイトルマッチに向けての機運っていうのも高まりましたし、やっぱ楽しみにしてるっていうのはお互いありますし、剣王選手としたら使命感ですよね。もう絶対にここでジェイク選手からベルトを取らなきゃいけない、はい、やっぱりブラジリアン柔術を特訓しただけあって、剣王選手今グラウンドを深入りしなかったんですよね。ははは、むしろ学んでこれはジェイクに勝てないということを察したのかもしれないですよね。なので深入りせずに違う方法での勝機をね、掴みに行こうとしてるんじゃないですかね。パッといった、井上さん、こういう方法で。そうですね、となると首回り捉えていくのがジェイクです。ジェイクが感情的になると、でも松木さん、またどんな扉が開くのかですよね。あまりに冷静、挑発してますね。ガットショット、顔面張りはしませんでした。でロープを使ったショルダーアタックル、踏みつけばかわす、腕をクロスしますが、その間をついていくジェイク、正面から顔面蹴り、さらにかわす右上段蹴り、首投げ、この首を挟んでくる剣王。おお、井上さん、グラウンドへっていう動きもあるかなと思いきやですよね。そうですね、やはり剣王選手グラウンドに引き込まれないギリギリのところで、はい、スピーディーな攻防に持っていったという形ですね。やっぱこういう流れの中での攻防でしたら剣王選手分があると思いますので、はいはい、なるべく自分の有利な戦場で戦おうっていう意識でしょうね。あった、また一発、やっぱ挑発的な行為多いですね。打たせようっていうことなんですね。エルボー、北宮選手、はい、剣王の思惑だったり、挑発ファール、戦略どう映りますか？もうこの余裕をまず崩してやるっていうのが見えますよね、剣王の。怒らせるぐらいでいいんですね。でも何かジェイクリー流は崩していないような気も、斉藤選手。そうですね、はい、エルボーでいきますもんね、はい、でここはラリアット、側転から
本拳法世界王者の拳、ロープを下げてもこれにはジェイクリーきっちり判断しきって場外戦です。松木さん、そうですね、井上さん、ね、あの剣王選手が得意としている師匠新崎仁生さんの得意とする側転っていう動きを見せましたけども、ジェイク選手ついに世界観壊しましたね。それに成功してからこうして痛みを加えていきます。節策ももちろん使う。この足元刈り取っていった剣王、さあどけどけとばかりに剣王が、どうする、エプロンからドロップキック、ほとんどミサイルキックです。爆弾投下、北宮選手目前でしたね。ひどいことしますね、これ。ひどい攻撃こそと剣王、まあ、最初からでも削りにいってるということですよね、やっぱり完全に。そうですね、これで耐えていかなければということか。剣王です、動き高低差、そしてリードを使ってやっぱ体格差を埋めてるんですよね、剣王選手は。真っ向から行くよりもこういうスピード展開ですよね、剣王選手さすが考えてきましたね。身長差、井上さん発表では剣王174センチ、ジェイクリー192センチですもんね。そうですね、やっぱりあの真っ向からねぶつかったらやっぱりパワーで押し切られるという場面も多いと思いますので、はい、しっかりやっぱプロレスのその幅の広さですよね、こういう場外戦やね、鉄柵っていうのもありますからね。まあ、ウェイト差という点でもお伝えしますと、ジェイクが110キロ、剣王は95キロです。なるほど、松木さん15キロ差あります。結構の差ですね。ありますよね。ですからこうした斉藤選手ダブル2なども、う自分の体と相手の体を測りにかけてでしょうね。まあそうでしょうね、まあ、お互いベルトでオーダーし合ったなんていうここまでもありました。だからもしかしたらそのジェイク選手の余裕を奪いに剣王選手がね、あの前哨戦も組み立てて、今日もやっぱ挑発的な行為多いですからね。そうですね、井上さん、あの勝敗予想なんていうファンの皆さんの声もありましたもんね。それは剣王選手が聞けばね、あの、まあ、剣王選手自分の YouTube でもやってましたけども、はい、やっぱなんか剣王選手の空気だからこそやったんでしょうね。となるとでもジェイクはやはり北宮選手こういう高さですよね。やっぱり一発でこうやって、相手の息を止められる技があるっていうのは強みですよね、はい、これはもう完全に体格差ですよね。やはり北宮選手ジェイクと相対した時シングル1対1、はい、その差っていうのはどうですか、感じたりもありましたか。ありました、ね、打撃一つとってもやっぱり重さが違います、ね、まあ本当に単純に階級違うっていうくらいの差ありますよね。そうそう、アマチュア競技だとね、はい、めちゃくちゃな、ね、あの上げ方だと思います。そうですよね。でもそこに挑んでいくプロレスリング、ノアのリング上、剣王がこのノアで絶景を見せているやるという覚悟があります。さあそうした剣王、それから井上さん、はい、応援するお客様皆様ももう邪魔だなんていう物言いもあったんですよね。そうですね、ただそれも剣王選手が仕掛けたあの戦前のあの言葉のやり取りなんですよね。やっぱりそこでジェイク選手にね指示が集まってないぞっていう突きつけることで、はい、ジェイク選手をね苛立たせて、まあ、普段ねあの紳士的なジェイク選手が邪魔だと、はい、それを言わせたんですよね、剣王選手が。本当に松木さん、いろいろ見方見えてきますね。でもやっぱりねファンの方があんだけ支持があるってすっごい力になりますね、はい、一番の力になるんじゃないですか。そこは斉藤選手そうでしょうね。いやそうですね、自分人気ないからよく分かりますね、そういうのは。よう言いますわ、本当に。さあジェイクはコーナーを使ってくる正面から、まあ、今も北宮選手、はい、背中からぶつける形ではないですよね。もう反転させる余地を与えなかったんですよ、ね、だからこういうシンプルな技でも、はい、かなりの破壊力なんで、うん、まともにもらい続けたら危険が危ないですよ、ね、危ない。はい、工夫がありますね、ジェイクリー。そしてバックブリーカーへ、力の伝え方がうまいですね。あのパワーリフティングやってただけあって、やっぱ体の操作が非常にうまいですし、どこをどういうふうに体重かければ相手に力が一番伝わるかっていうのを計算しながらジェイク選手戦ってますね。
まあ、今もこの力学を使っているかのようですよね。そうですね、本当にあの重量上げ競技っていうのはあの、はい、力の使い方一つで持ち上げられるものも持ち上げられなくなるっていうのがありますので、はい、やっぱアマチュア時代学生時代の、ね、バックボーン生きてますね。それから MMA 柔術があります。斉藤選手、はい、ブラジリアン柔術っていうのも相手のウェイトだったり位置関係ボディーコントロールって本当に大事でしょうね。大事ですね、特にボディーコントロールだと思いますよね。体重でもあの体重が多少軽くてもかける位置と 重心をかける位置でまた重さが全然変わってくるので、はい、はい、まあ、剣王が15キロ重いジェイクに対して、まあ、エンリケ師匠から伝授されたそれを使う機会があるかどうか。そうですね、まあ、前回の対戦ではグラウンドでジェイクが有利でした、まあ、ジェイクは一朝一夕でそれがなせるほど甘くはないと語ってもいます。でもそれでも仕掛けるのが井上さん剣王という男っていう心理もありますね。そうなんですよね、そこでこのなんかファン心理というかね、あ、これは柔術学んだからこれ剣を出したんだっていうとこう試合の流れがね、はい、一気に剣王選手に行きますからね。ここはすくって投げる、そういうファンと一緒に戦いを作り上げていくというかね、一緒にこのタイトルマッチに臨んでいる、はい、今剣王選手ですよね。ボストンクラブです。ロープはまだまだ遠い、ね、ファンの皆さん反応しますね。松木さん、ちょっと声が上がってきましたね。今日一番の歓声かボルテージです。そんな中それをエネルギーにガソリンになんとか前進しました剣王ロープエスケープ。でも本当によく考えると斉藤選手、はい、そういう後押しする状況だったり、まあ、2人が2人燃える状況とも考えられますよね。そうですね、ジェイクにもやってやるぜっていう気持ちが、いや、それは出ますよね、はい、また生まれてくるでしょうし、うわ踏みつけ式、これは屈辱この上ありません。右の下段蹴り、苦しくなってくるとこうしたバックボーンが繰り出されるか剣王。そしてさらに、あ、一旦上半身下げましたがこれは見ていました剣王、蹴り上げていく、このバックエルボー、まだまだだぜとジェイクリーです。さらにバックドロップは着地する、今足元下宮選手これだいぶ下から買っていきましたね。あのでかい選手だと、ね、手足の末端狙うというのは得策ですから、ね、末端見てますよね、はい、さらに今井上さん膝できましたか。そうですね、ダブルニーを後頭部に刺しましたよね、はい、希望ではなく膝、右左同時に威力を倍にして放っていくのが剣王。さあそしてここですアクルホールドへ。斉藤選手狙いがまた定まってきましたか。そうですね、ここはやっぱりジェイクリーの、まあ、大木のような体格がありますから幹の下の部分から、そうですね、支えてるのは足首ですからね。そうですよね、まあ、斧をこうして食い込ませていくのが剣王です。 8.27 川崎の N1 ビクトリー A ブロック、ジェイクリーにシングルで土をつけたのは剣王。希望をキャッチする、希望を打ち砕くかのように、松木さんやっぱり強い、あんな身長から投げられたらね、一発で全て黙らせる。おお、でもここを振り子の要領、正面からの蹴り左上段、もう一回回るんですがエルボーリンネー、それでも正面からの蹴りレクラリアット状態。斉藤選手攻撃どうですか。いや、いいですね、でもジェイク選手のキックはやっぱり重いですね、やっぱり体重あるだけすごい音しましたね。また、はい、速さはやっぱり剣王選手がありますけどね。速度の剣王、破壊力のジェイク、共にこれ混沌しています。北宮選手ダメージの度合いっていうのがやっぱり気になります。そうですね、あのジェイクもしっかり相手見て、あの、ま、真っ向から受けさせるようなやり方してるんで、これ後々効いてくるでしょうね。はは、うん、
まあ、そこもしっかり考えて放っているわけですね、そうそう、井上さん怖いファイターですね。そうですね、あのジェイク選手本当にあのいろんな戦い方できますし、はい、先ほどのレッグラリアットみたいなやっぱりあの機動力もあって、はい、あの全く穴がないんですよね、これだけの身長とあの体格持ちながらも、はい、やっぱ動きにも対応できますからね。となると井上さん、ジェイクが戦前に語ったその隙っていう部分ですよね。そうですね、前回のシングルではやっぱハイキックがお互いあの勝敗を分けた感がありましたので、どこでどういう場面でこの、 あのハイキックをねどっちも得意としていますから、叩き込むかっていうのはちょっと勝敗の分かれ目だと思いますね。そういう点では斉藤選手、はい、KO の方はもう出し惜しみありませんね。そうですね、あとは必殺技をどこで出すかですよね。となるとトップロープを巡る攻防か、それから N1 中に開発したスペシャルもあります。 KO、 うわー、また威力を増してくる。いいよ、松木さん、あー、顔面狙ってから一発、足元捉えようとする、なんとか踏ん張りたかったジェイク、それでもアンクルホールドへ剣を。こうしたところは北宮選手、やっぱり剣王の動きっていうのはさすがのものがありますね。そうですね、あのでもやっぱりジェイクでかいんで、真ん中でキープするっていうのは結構体力使うんですよ。うわ、となるとその幹の部分から、蹴ってきますね。これディフェンスも何もありませんもんね今、うん、本当に斉藤選手も心理戦が大技の中に散りばめられています。ありますね、ところどころに。さらに希望、理にかなった攻撃、あら、胸板、無防備状態です。チャンピオン、これまでジェイク・リーの防衛戦、それぞれの相手、歴代の GHC ヘビー級チャンピオンを下してきました。意味のある戦いばかりでした。今剣王しかいないと見られている中、福岡さあ自らを鼓舞して剣王、それも取ってきた FBS、 これは狙ってましたね。見てましたか。そうですね、やっぱりジェイク選手もあの何度も前哨戦で戦う中でこの PFF に行く時の一瞬の動きですよね、はい、自分が隙を見せずに相手がどこに隙を見せるか。そうですね、であの FBS かなり前哨戦であのかわされていましたので、どうやったら当てられるか、はい、どの場面だったら当てられるかっていうのはシミュレーションしてたと思いますね、ジェイク選手は。となると斉藤選手、はい、まだまだいろいろな形考えられますね。いや、考えられますね、意外だっていうのは斉藤選手の口からも冒頭そんな攻撃があるかもなんて言葉が、ね、これ思い出されます。で、ここは腰のあたり捉えながら、あー、顎を抑えている、剣王のバックに回る、投げてしまうのか、ロープを掴む剣王、これは危ないですね、これだけは食らってはいけません。息を荒げてバックエルボー、チャレンジャー必死に、エンドバット後頭部で、これ剣王選手のレガースの紐っていうかですね、あれが切れたかもしれないですね。あ、右足、はい、ですよね。斉藤選手、これ今度は剣王、剣王がジェイクの巨体を抱え上げることまでは成功したんですが、投げには投げるか、ちょっとこれは無理がありますね、剣王選手この場面は。井上さん、これ力も使ってしまいますもんね。そうですね、あの先ほどの FPS か、うわー、どっちだ、着地した、スリーパーホールド、試合は20分経過で、その破損したレガースも見えてくる中、これボディをロックしていきます。ロープブレイクなんですけど、ここで一瞬ね、ジェイク選手の意識を、はい、あっ、白目状態、意識が失ったか、ジェイク、北宮選手、今一瞬目向いたように見えましたよね。聞いてますよ、聞いている、確かに、ショールスリーパーですか、これ。おお、今5秒あれば、4秒あればっていう井上さん、ね、ちょうどロープの挟んだ攻防だったので、ジェイク選手大丈夫ですかね。そうですね、あのロープがあるから体が動かないんですよね、逃げることができないというかですね、恐ろしい技だな、貼り付けですもんね、
ああ立ち上がったジェイク、でもちょっと斉藤選手今足元おぼつきませんでしたね。そうですね、ちょっと酸素が回ってないかもしれないですね。でピストルは弾よ俺に回すぞ。ステラのいらないフェイスブレイクショット、井上さんこれまでも使ってきましたよね。そうですね、ただこれね起きて破りだけじゃなくて拳王選手もね得意としている技ですからね。いや全くです。ですから放つものによってその意味合いも大きく変わってくる。蹴りにしてもそうバックスピンキック、徐々にシェイク選手動きに対応できなくなってますね。となるとなめんじゃねえと捉えてチョークスラム。ただこういう風に強引にねやっぱりこじ開けることができますからね。それがジェイク・リーの凄み、そして修羅場での強さでもあります。また皿笑うようにバックブリーカーへ。北宮選手攻めても攻めてもというジェイク・リーです。拳王のダメージも相当蓄積してるでしょうこれ、今攻め込んだはいいもののという攻防ですもんね。うわ必死に踏ん張りはします。斉藤選手1秒ごとにまだ首根っこ捉えられて、そうですね、体力奪われますよね1秒ごと本当に、そしてしかしエネルギーのゲージが上がるか、拳王コールが聞こえればまだカウント2。ちょっとでも松木さんジェイク・リーの目がいやもう、また輝きましたようにも見えました。ついてますね、何か狙いは放送席周りなのか、そこをどけというチャンピオンの動きがありました。ジェスチャーからどうする、どうする、ロープをまず、いやこれ危ないですね。井上さん超えさせましたね。何ここでまた据え付けたジャイアントジャイアントキリング、特大の一発、今度はリング下に落とされたのはチャレンジャー拳王です。笑ってる、うわ恐ろしい、笑ってます。ちょっとこれあのスイーパーで締められてからジェイク選手何か狂気が宿ってますね、はい、明らかに様子がおかしいレベルですよね。そうですね、何かちょっとあのロープに置かれてのジャイアントキリングは拳王選手あのダメージの逃がしようがないですからね。でそのまま食らってジェイクがカウント数えてます。リング上中山レフィリーカウントを続ける。いや北宮選手、はい、ただでさえフィニッシュ級の一発があれですからね。あの本当ジェイクのこの膝上げジャイアントキリングってマジで動けなくなるんですよ、しばらく痛みだけではなく、でも上がってきたからこれ、でこのポジションまずいですね。まずい、死刑台はここだ。どうしましょう、後ろに回った、ドラゴンスープレックスは未遂に終わっています。右の蹴りジャーマンスープレックスへ、すぐさまチャンピオン立ち上がった。またジャイアントキリングからバックドロップ、空中で角度をつける、断崖絶壁でもまだ拳王は返しています。いやー松木さん本当にそうですね、危ない、今ちょっと危なかった。斉藤選手打撃もそうですが投げもフックが効いていました。いやー効いてますね、特に時間過ぎてますからね、そうですね、してますよねダメージも。25分を超えたところ、さあ拳王を支持する皆さん、私の時間ですとばかりに井上さん、はい、チャンピオンがまた狙い定めますね。そうですね、これは拳王選手ね腹部へのダメージで、動きをせいやしたところ来た、三角締め、腕もしっかりその足の間引き込んでますね。これ充実特訓の成果じゃないですか。そうですね、引き込んだの三角締め、ジエゴ・エンリケ師匠から伝授された拳王の技の一つグラウンド。ただここから
ジェイク選手逃げる術知ってると思いますので、そこに持っていけるかどうかですね、はい、必ずそれも受け継いでいるはずですもんね。そうですね。あ、そこから外した。お、え、拳王スペシャル、やばい、来るぞ。あー、ロープです。拳王スペシャルにはロープエスケープ。北宮選手、千載一遇のチャンスだったんじゃないでしょうか。ニアロープでしたね。もうでも かなりジェイク消耗してますね。これ痛めつけられた、締め上げられた。でその先、あ、右腕もぐにゃり。ちょっと力が入らない状態か。ジェイクリー5度目の防衛戦、この男しかいない。ゲンオー BFS ドテッパラに食らった痛みは同じように返す。まだカウント井上さん、今度は拳王の目が輝いてきました。そうですね、ここからもう一撃でスリーカウント奪えますからね。あの前回は円陣で仕留めましたね。日に日にグレードアップするこのプロレスリングノアのリング上、歩みを止めないのは拳王も同じこと。さあ福岡の空、たくさんの声、飛ぶな回転は、うわー、松木さん分からなくなりました。いやこれは分かんないわ。斉藤選手、はい、もう頂上にいますね、2人とも完全に。そうですね、どこで決まってもおかしくないことが起こってますからね。そして冷静なジェイクがこれまでのテーマある防衛戦同様吠えました。ちょっと北宮選手も自由も効かない状態ですがね。剣をちょっとロイダーさん、もう完璧な形じゃないけど、ああいうカウンターというかとっさにもらう、ああいう大技っていうのも相当効けますからね。それにしてもジェイク選手的確でしたね、うん、あの苦しい状況で、はい、あれだけ的確にね相手の顔面射抜くことできるっていうのはさすがですよね、ここに来て192センチ、また生かされたコンパスです。剣王が、あ、表を向くことができません。あれだけ大きくて、あそこまで考えて自己プロデュース組み立ててって選手はいなかったと。拳王ジェイクを認めるからこその、おー、勝負は1回転、バッケンシュタイナーの台から右ハイ、走るとジャイアントキリング。お互い片膝をついた状態、どっちだ、己の戦いのベースから、そしてさらに腕を捉えて前を前を、この荒海を行く箱舟の戦いを拳王が、いや、ポジション完璧ですよこれ。拳王スペシャル、ジェイクドアだ。ジェイクが拳王に2連敗となってしまうのか。いや、動かないとレフェリーストップありますよこれ。まずいですね井上さん、ほとんど目をつむった状態です。